ここ数年、カドミウム米や重金属野菜などの問題が相次いで暴露されたことに伴い、中国の土壌汚染問題が徐々に注目を集めています。中国当局は土壌の汚染問題は調査済みであると言いながら、国家機密との理由で調査結果の公表を拒否しています。中国の土壌汚染がすでに深刻なレベルに達しているのではないかと疑わざるを得ません。 2013年12月30日中国国務院新聞弁公室が開いた記者会見において国土資源部大世元副部長が第二次全国土地調査の一部データを公表しましたこれは1996年以来初めて公表された土地状況ですが土壌汚染についての詳細な説明はなく記者の質問に対し中国の 中度、重度に汚染された高地は、すでに5000万ムーンに達していると答えるのみにとどまりました。中国メディアによると、この5000万ムーンという数字についての詳細な説明はなく、比較できるデータも提供しないまま、簡単な紹介で終わりました。中国の土壌汚染が集中している主要地域は、長江デルタ、四港デルタ、 及び東北地方の旧工業基地密集地域と最高区で、重金属汚染は土壌汚染の重要な原因であるとのみ伝えています。アメリカのウォールストリートジャーナルの計算では、5000万ムーンという汚染面積は、2012年の中国高地面積のおよそ2.5%に相当します。つまり、中国の2.5%の土地は、 重金属やその他の汚染物質により重度の汚染を受け、耕作が不可能ということです。なお、この割合には一般レベルの土壌汚染は含まれていません。中国環境保護部は、2013年度版、土壌汚染と人体の健康という本の中で、中国の重金属汚染を受けた耕地面積は、すでに2000万ヘクタールに達し、全国の耕地面積の6分の1を占めている。 毎年1300万トンの穀物と農作物が重金属汚染を受けていると指摘しています。多くの重金属汚染の中でもカドミウム汚染による被害は最も大きいと考えられています。特に中国の穀倉地帯と言われる湖南省ではカドミウム汚染が極めて深刻な状態です。ニューヨークタイムズによると2012年 湖南省で生産したカドミウム米は1700万トンで中国全体の16%を占めています。一方、これらの汚染米は全て中国民衆の食卓に上っています。で人毒害更重的是是人的神 引起衰や骨格疏松専門家は、中国の土壌汚染の主な原因は、排水の垂れ流し、工業廃棄物の堆積、および農薬、化学肥料の過度の使用であると分析します。 工业废水一定要严格管制啊！就是因为水污染才会造成土污染、啊。那个水如果不控制好，那个污染就会一直扩散。有些工厂很恶劣，他们的工厂的废弃物也都乱丢啊，也会造污染的散布啊。有一些肥料也会啊。大陆的农药要管制啊，像台湾都已经禁药的，大陆都还在用。このほか、国土資源部は報告の中で。 汚染や都市化などの影響によって中国の高地面積は減少を続け2006年から2009年の3年間だけでも0.2%を減少したと伝えています現在中国の一人当たりの高地面積は1.52ムーこれは世界平均の半分以下ですデータによると過去13年間中国全土の都市用地は41.78万ムー増加していますが

しかし民衆は各地方政府が GDP 成長率のため企業の環境汚染を黙認し多くの工地を開発し暴利を貪っていることが工地の大量流出と汚染の原因であると見ています。しかし当局はこれらの根本的な問題は解決せず汚染された土地の高い修復費用を民衆に負担させようとしているのです。